ビジャレアルに所属する28歳のスペイン代表 FW エラール・モレノがレアル・マドリードかのレンタルで同クラブに加入した19歳の日本表 MF 久保健英について言及した。16日にラリーの日本語版公式ツイッターがモレノのインビュー映像を投稿している。今シーズンの旧健英はダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月分お試し実施中、久保は昨季マドリーからのレタルでマジョルカへ移籍し、公式戦36試合で4得5アシストを記録していた。シーズン終了後にドリーへ復帰すると、多数のクラブからオフを受ける中で、ビジャレアルへ、レンタル渡る、することに。今季開幕戦のウエスカ戦ではと、出場を果たし、岡崎慎司が、フル出場した上、かと1-1の引き分けに終わっている。モレノは、ホの印象について、クラブは、ハイレベルの、ホに成功した。久保は、はっきりしている。しかした子で、それは、彼のプレーを見ていてもわる。加入後からすぐに適応していた。ボールを打つのが好きで、彼からボールを奪うのは難しい。クオリティの高い選手だとコメントしていい。チームメイトからも実力を認められている。果たして今節のエイバル戦では、どのよう活躍を見せるのだろうか。両。